アンパンマンが絶対に言わないこと。マカコさん、先にシャワー浴びてこいよ。どんな関係やねん。先にってことは後でアンパンマンもシャワー浴びんのか。そういうプレイか。カレーパンマン、ああ、あの肉のやつね。何その格差。カレーパンマンは一軍かと思ってた。やめるんだバイキンマン、暴力はやめるんだ。お前が言うな。毎回暴力で解決してる。お前が言うな。なんてことだ、またタバコ値上げかよ。アンパンマン喫煙者だった。ということは子供はタバコ吸うアンパンを食べてるってこと。あかんぞ、これはあかん。だから違うって、ここはパン工場だって。だからアパマンショップじゃねえっつってんだろ。めっちゃ勘違いされてる。もうアパート紹介するしかないぜ。ハンバーグ。どこの糸だ。ハンバーグ要素お前に全くないよ。お腹が空いたのかい。ウケる。顔食わせてやれよ。それこそがお前の存在意義だぞ。僕パイパン。言わせねえよ、最低すぎるよ。パン工場で働きたいっていうのは君かい。うちはとってもアットホームな職場だよ。ブラック企業感がすごい。まあ一日中パン作って宅配して警察の役割もあって休みもなくて、パン工場って超絶ブラックだからな。大変だ、子供がバイキンマンに襲われてる。だが今は助ける時じゃない。助けろよ、何意味もなくカコつけてんだよ。この前カレーパンマンが補充した具にうんこ混ぜといた。鬼か悪魔か。これじゃあカレーパンマンじゃなくてうんこパンマンだよ。